7月の大雨で最上川が氾濫し浸水被害を受けた戸沢村倉岡地区住民を対象とした集団移転に関するアンケートの結果が公表され全世帯のおよそ9割が集団移転に賛同すると回答したことが分かりました。概ね90の 賛成がありますのでまあ集団移転に向けて県及び国の方とも十分協議をさせていただいて進めていきます今月19日村と倉岡地区の全世帯による意見交換会を実施しました その中で村は自然災害が発生した地域や今後、災害の恐れがある地域から安全な場所にまとまって移転を促す国の事業、防災集団移転促進事業を提案そしてこの事業に賛同するかなどを問うアンケートをきのうを締め切りとして行っていましたアンケートには地区に住む69世帯すべてが回答 その結果、およそ9割が移転事業に賛同する、または条件が合えば賛同すると答えたということですここに住めない、やっぱり自分たちの安心、安全な、安住の地を求めて、村で指名してくださいという大きな表れだと、重く受け止めているところです。 この結果を受けて、倉岡地区の住民は。本来だったら、この状態だから、やっぱり100%賛成もらえれば、本当にいいかなと思うんだけど、やっぱりそういうお金の問題が一番のかなと判定する理由としはこう思ってきま村は 移転事業に賛同できないと回答した人を含め住民に対して十分な説明をした上で国や県と協議して進めていく方針です。